いや、本当にこれいい膜体だわ。おはようございます。いや、朝です。今日は晴れ予報なんですけど、膜体の内側は結露っていうのはもちろんなくて、ちょっとしっとりしてますよね。すごく快適に寝れました。いや、本当にこれいい膜体だわ。いや、こんな感じで少ししっとりしてますね。この膜体をですね、開けてメッシュにしたらどんな感じになるかちょっと試してみたいと思います。ここは2方向ですね、こうやって下げることで簡単に大きなメッシュになります。はい、こんな感じでね、かなり大きいですよね。開けたままでも結構こう見晴らしが良くて、昨日の夜もですね、片面を開けて甲府の夜景を見ることができました。なかなかこれはいいですよね。サーカス TC の全幕みたいな感じですね。そしてここをですね、こうダランとなってるんですけど、巻いていって下で止めることができます。結構ですね、止めるトグルがですね、全体的にこう短いので、しっかりコンパクトに巻いてここを止めるような感じですね。適当に巻くとここは取り付けづらいです。このフロントパネルのこの下側ですね、ここはペグダウンができて2箇所ついているので、片側をペグダウンすることでもう逆サイドの方は開いたりすることができます。これを両方ペグ打ちすれば完全に開くことができなくなりますけど、その辺はですね、利用方法によってペグダウンの右か左を考えて打てばいいと思います。今回はですね、風もそんなに強くなかったので、ここのペグダウンはしなくて過ごしましたが、特に問題は感じませんでした。そして後ろのここの換気ですね、これを開けてあげれば風も通ると思いますので、こんな感じでね、過ごすのもいいと思います。ただこれでもね、少し蒸し暑さを感じます。もう少し風を通したい場合にはさらに、開けれる場所がありますので、これからご紹介します。もう一箇所ですね、開けれる場所はこのフロントパネルから右側になります。ここにファスナーがあって、トリプルファスナーになってるんですよね。こちらをですね、開けることができます。右サイドのパネルは開ける場合にはパネルを開けたい方向のところをペグダウンしていると開かなくなりますので、これをフロントパネルの方のこのゴムですね、こちらをペグダウンすることで右サイドも開けれるようになりますので、これからちょっとやってみましょう。今はですね、こちらのパネルの下のゴムのところにペグダウンをしていますので、今度はこちらのフロント側にペグを打ち替えます。はい、打ち替えました。打ち替えるとですね、こちらを開けてこんな感じでサイドの出入り口開口部ができます。ここもですね、丸めて止めることができますので、はい、こんな感じでかがんでですね、出入り口として使うことができます。そしてあとは前もね、こうやって出ることができますね。右斜め後ろから見るとこんな姿になりますね。このフォルムもね、かっこいいですね。こういう形のテントはなかなか見たことがないので面白いですし、こういう使い方ができるのはいいですね。ただ左側はこういうふうに開かないので、右のサイドだけということになります。
これはですね、バリエーションとして面白そうなのでこういう貼り方をしてみました。右のサイドパネルですね、まあ、こちらをですね、フロントパネルとサイドパネルを跳ね上げた感じです。ポール2本とガイラインを2本、これを足してですね設営締めました。これだと2メーターぐらいのポールを使っていますので、頭上のクリアランスは問題なくこの中で過ごすことができる、こんな感じの貼り方です。ただですね、今ここのポールをかけてガイラインで引っ張ってる場所がですね、こちらのスカートの端のループなんですよね。ここはですね、もともとこうやってテンションをかけるような仕様になっていないと思いますので、あまりここをですね貼りすぎるとここのループが引きちぎれる可能性はありますので、そこはですね自己責任っていう形でやってもらいたいと思います。あとですね、ここのフロントパネルのジッパーとかがありまして、雨の日はですねこれやらない方がいいですね。雨の日はおそらくこのジッパーのところから雨漏りするんじゃないかなと思います。まあ、あくまでも天気のいい日にタープのように使いたいっていう時にはこういう貼り方もいいんじゃないかなと思いました。そうするとですね、ここの中で4人ぐらいが、まあ、過ごせる感じになりますね。そしてですね、逆側もこんな感じで跳ね上げることもできますし、まくっちゃうこともできます。はい、こんなね変形張りみたいにも面白いですね。それでは最後にこのダイヤコンフォート TC の良いところとか、あとイマイチだったところ、あとはですね気をつけるところ、まあ、そんなものですねご紹介してみたいと思います。まずはですね良いところですね、まあ、いくつかあるんですけど、色が良いっていうところですね。このグレーの色がねなかなかいいんですよね。結構自然にも溶け込むような感じで存在感もあります。次にですね、他にはないデザインということで、こういうデザインのテントは初めて貼ったし見たんですけど、まあ、実際に使ってみてよく考えられてるデザインだなと思いました。そして慣れれば設営が簡単ということで、今回はですね撮影しながら設営していたのと、あとは初めてだったのでちゃんと説明書を見ながら設営して少し時間かかってしまったんですけど、一度設営の仕方が分かったりとかですね慣れてこれば簡単に貼ることができると思います。そしてスカート付きということで、しかもこのスカートがですねまくることができるっていうことで、あまりまくっても正直下はそんなに開かないんですけど、暑い時とか少しは換気ができると思いますので、これはないよりはあった方がいいってところで、スカート付き巻き上げることができるということです。そして次に雨に強そうなデザインってことで、外にですねこうジッパーとかがすごい少なくて、しかもですねフロントパネルのところにジッパーが多いんですが、ここはですね前がひさしみたいに出ていますので、雨の時も雨漏り等はないんじゃないかなと思っています。ということで雨に強そうなデザイン。次はですね幕内のリングが数箇所ってことで、サブポールのところにですね丸いリングがついていまして、ここにですね LED ライトをかけたりとか、まあ、両サイドのですねリングとリングの間にロープを張って、まあ、そこに LED ランタンをかけることもできます。あとフロントパネルの上部にループみたいのがありますので、そこにもですね LED ライトをかけることができました。次はですね右サイドの開口部ということで、これがあるとですねいろいろバリエーションが豊富だし、ファスナーがトリプルなので、まあ、やろうと思えば薪ストーブを入れることができるっていう形になってます。この右サイドの開口部っていうのは本当はねなくてもいいとは思うんですけど、ここをつけてくれたっていうのは本当にね嬉しいですよね。この右サイドの開口部があることによって、まあ、バリエーション豊富な設営が可能になったのは間違いないと思います。次にですねフロントパネルのダブルファスナーですね。結構ですねお安い幕帯、お安いテントだとここをですね、まあ、シングルのファスナーにしたりとかするものもあるんですけど、これをダブルファスナーにすることで使い勝手が良くなっています。次はですね後部の換気ですね。これはですね換気もそうなんですけど、ここの部分を外から外露部で引くことで幕内が広く使えています。特に後部側にですねポットを置いた時に頭上のクリアランスとかが保たれるような感じになりますので、寝る時には特に圧迫感を感じなかったのは良かったです。
フロントパネルをメッシュにして後部をメッシュに開口することで風の通りも良くなるはずです。そして細かいところなんですけど、ガイロープがですねリフレクター付きってことですね。これはですね夜間光を当てることによってガイロープが光ってくれるので、特にねトイレに行く時とかよく僕つまずくんですよ。このガイロープに足を引っ掛けてつまずくんですけど、このガイロープが光ることによって怪我などの事故を防ぐことができますので、これはありがたいですね。良いところの最後は、全てのポールがアルミポールってことです。軽量で強度が高いアルミポールを採用されているのは嬉しいことですね。はい、次にですね、これはちょっとイマイチだった点っていうことで、もう本当にこじつけにね近いような内容で申し訳ないんですけど、それほどですねこのテントがいいテントだったって感じたんですけど、まあ、一つ目はね雨漏りのキャップの色がイマイチってことで、まあ、これが透明のね素材なんですけど、まあ、透明なのもいいんですけど意外にね目立っちゃうような気がするんですよね。なのでまあグレーにしてもらったりとか逆に黒にしてもらった方がいいんじゃないかなって個人的には思ったんですけど、まあ、それは実際にねその色を使ったことがないので何とも言えませんが、ちょっとねこじつけにほんと近いんですけど雨漏りのキャップが透明でいまいちだったっていうのと、あとはですねこれ結構重要なんですけど、膜体をまとめるループですね、まあ、トグルがついてるループなんですけど、この紐がちょっと短いっていうかね、取り付けられなくはないんですけど、膜体を巻いた時に膜体のこのね巻いた太さが太いとなかなか止めづらいっていうのがあるんで、これはですねなんか可動式のこうループにしてもらいたかったなっていうのがあります。例えば僕が使ってるですね天幕デザインのサーカス PC はですねループが長くてループを取り付けた後に絞ることができるので、まあ、そういうものがついてたらね本当にこの膜体完璧だったんじゃないかなって思います。まあ、いまいちな点は本当にねこじつけに近いところがありましたけど、まあ、こんなところでした。はい、そしてですね気をつけるところ、まあ、気をつけたいところですね。これはいくつかあったんですけど、メッシュパネルが外側になっているので、まあ、焚き火の火の粉などで穴が開かないように気をつけるっていうことですね。テント自体は TC 素材って言って割とですね火の粉とかには強い素材になっていますが、前のメッシュパネルはですねこれはポリエステルとかナイロン系だと思うんですけど、火の粉に弱い素材なので近くで焚き火をした時に火の粉が飛んだら穴が開きそうなんですね。なのでこの辺は気をつけた方がいいっていうところがあります。次はですねスカートなんですけど、スカートはポリエステル製なのでこれもですね焚き火の火の粉で穴が開かないように気をつけた方がいいです。スカートですね火の粉が飛んで地面についているものなので火の粉が乗っかったままになりやすいんですよね、まあ、そういう場合に気がつかないといつの間にか穴が開いてるっていうことはあります。僕もそういう経験もありますよね。なのでキノコに気をつけて焚き火をしましょうっていうのが、まあ、先ほどのメッシュパネルと同様にあります。あとですねペグを打つときにやっぱりスカートも一緒にペグを打って穴を開けることもありますので、ペグを打つ際はスカートをですね守ってですね穴が開かないようにペグダウンした方がいいと思います。これ最後なんですけど、これはですね設営の時の注意点というか説明書にも書いてありますけど、サブポールは垂直に立てるっていうことです。角度を入れてですね設営してしまうとテント自体がピンと張らないんですよね、まあ、最初僕も設営した時に中のポールがですねちょっと寝ていてどうもうまく張れないなと思ったら、説明書にもサブポールは垂直に立ててくださいと書いてあります。実際にですねサブポールを垂直に立てたところうまくテントを張ることができました。ということで、まあ、気をつけるところはね3点だったんですけど、まあ、こんなところがありました。今日は東京クラフトのダイヤコンフォート TC でキャンプを楽しんでみました。今回これはご提供いただいたんですけど、本当にね前からちょっと気になっていたテントではあったんですけど、実際に使ってとても良かったですね。もうこういうテントが出てきたかって本当にちょっと思ったぐらいね、なんか素晴らしかったんですよね、まあ、なんか提供いただいて本当はね忖度なくなんかいろいろ悪いところもね皆さんにお伝えしようと思ったんですけど、まあ過ごしやすかったですね。ただね雨が降らなかったので雨の日のこのテントの性能っていうのはねはっきりわからないですけど、ただ僕も今までいろんなテントを使ってきて、もうこういうファスナーの形状だったりとか
まあ、全体のデザイン見たらなんとなく想像はできるんですけど、これはですね雨も大丈夫だと思います。はい、ということで長い動画だったと思うんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。僕の動画ではですね、まあ、このようなキャンプの動画とか、あとはキャンプ道具の紹介、車中泊もしていますので、そういう車中泊だったりの車のご紹介もしていますので、よろしかったらチャンネル登録してください。この動画が参考になったとか、面白かったって方は高評価の方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。